アレクサンドル・ミハイロビチ・バッシレフスキーは、ソビエト連邦の政治家、軍人、ソビエト連邦軍司令官。ソ連邦元帥、ソ連邦英雄。スターリンの時代に、軍事人民委員、陸軍大臣を務めた。1895年9月30日に、ロシア帝国の美中が似て、8人のこの4番目に誕生する。被災の過程であり、 生活は貧しかった。神学校で学んでいたが、第一次世界大戦の勃発を受けて、軍人を志す。1915年2月に、アレクセイエフ軍事学校に入校し、戦時の促成教育のため4ヶ月で卒業した。卒業後は、順位として、ノブホペル連隊に入隊し、革命までに、大尉大隊長に昇進していた。1919年に、 予備連隊の副将隊長として赤軍に入隊し、間もなく中隊長、大隊長となった。第11ペトログラード狙撃師団第429、狙撃連隊副連隊長として、白、守るポーランド軍と戦う。その後第48狙撃師団長となる。バシレフスキー1931年5月に、老能赤軍戦闘訓練局に移り、 重心戦闘戦術の立案に参加した。この頃、ゲオレディ・ジューコフと知り合う。1931年から1936年に、国防人民委員部参謀勤務学校を経て、ソイ・ボルガ軍艦区参謀部で勤務した。1936年秋、創設されたばかりの参謀本部アカデミーに入校。その後参謀本部アカデミーの講座長を務め、 1937年10月、参謀本部勤務に戻る。参謀本部では、ボリス・シャポシニコフの庇護を得て、ヨシフ・スターリンにも紹介された。1940年5月に、参謀本部作戦局副局長となり、ドイツ派遣のソビエト連邦政府代表団に加わる。第二次世界大戦勃発後、1941年秋に、参謀次長。 作戦局長に任命され、モスクワの防衛を準備し、12月1日には、ドイツ軍に対する逆襲計画を立案した。1942年初め、モスクワの防衛成功に気をよくしたスターリンは、前戦線で攻勢に転移することを決定した。シャポシニコフ参謀総長とバシレフスキーは、これに反対したがこれを止めることはできなかった。赤軍のは失敗し、同年春、 シャポシニコフは体調を崩し、バッシレフスキーが参謀総長代行となった。同年6月24日、バッシレフスキーは正式に参謀総長となった。スターリングラード工房戦時、同方面の三謀戦線の行動を調整し、勝利に導いた。1943年2月16日にソ連邦減衰に昇進した。同年夏、ソ連は、 ドイツ軍のクルスク攻勢を察知し、ジューコフと共に防衛計画を立案した。1944年春まで南部と南西戦線の行動を調整した。セバストポリ攻略時、乗車していた車が食雷種継承を負い、久しぶりにモスクワで休暇を取ることができた。バグラジオン作戦時、第一沿いバルトと第三シロロシア戦線の行動を調整し、その功績により、 ソ連邦英雄の称号を授与された。1945年2月、第3四路ロシア戦線司令官、イワン・チェルニャホーフスキーの戦士後、バシレフスキーはその後任となった。間もなく、第一沿いバルト戦線も彼の指揮下に入り、東プロイセン系にヒスベルクを奪取した。ドイツ降伏後、戦勝記念間越式に参加した。その後は、 対日参戦を睨んで関東軍の撃破計画の立案に従事した。1945年6月末には極東に派遣され、7月にバシレフスキーは極東ソ連軍総司令官に任命された。8月8日にソ連が対日戦線復刻をすると翌9日にソマン国境を越え関東軍を撃破した。バシレフスキーをあしらった1980年発行の ソ連切って1946年3月に再度、参謀総長、1949年3月に、軍事総に任命された。1977年12月5日に死去した。意外は、赤の広場のクレムリンの壁墓所に埋葬された。ソ連ポ英雄。勝利勲章2個、礼人勲章8個、10月革命勲章、赤旗勲章6個、1等、スボーロフ勲章。 赤星勲章、三等、ソ連軍における祖国への奉仕に対する勲章を受賞した。息子のユーリーは退役航空中将である。ありがとうございます。